何なの？京都を私の晴れ舞台にしてやるわ。プラナもメイサもマジも誰も立たせない。燃える街が舞台美術、主演はクルミ一人、群がる雑魚どもを全員切り捨てる。トップスターのためだけの最高のステージをキラ首相と全国民に見せつけてあげる。我々の任務は国を守ること。今日に火をつけるな。あいつらを連れてきなさい。早くしないと幕が開いちゃうわよ。ありがとう。そんな、月下の四条大橋、そこがあの人のステージ。アセリちゃん、帝国過激団、私と一緒に来て。敵が待ってるってところに私らがわざわざ行く理由は？あなたたちが来なければ京都は火の海になる。アセビ、ブラックは止める側のはずだろ。私はその質問に答える立場にありませんけれど、革命を歌うならばうちのスターを無視するべきではないのでは。アセビちゃん、わかったよ。行ってクルミちゃんと決着をつける。私の見つけた
私なりの覚悟、今度こそアセビちゃんに見せるよ。私は帝国歌劇団のトップスターだから。司令様、了解。では行きましょう。すまない。霊障開始。司令様、ニコハマアセビ、ナイトモード。
ちゃんは命の光を使ってる。舞台が本当に好きだから、命をかけられる人だから。だけどそのやり方は間違ってる。舞台は人を笑顔にする場所だよ。何かを奪う場所にするのは絶対に違う。あなたの光も闇もここで全力で打ち払う。私たちは帝国歌劇団だから。こんな時に敵の心配する？やっぱうちのスターは役者が違うね。せやで、みんなで笑うんが一番や。え、笑いのないヨナとギルティですわ。お主らとなら何だってできるでござる。さっさと最後の号令出しなさいよね、バカ司令。生きて帰ってまた一曲刺しましょう。京都だけじゃない、日本を守ろうか。司令、みんなでくるみちゃんを止めましょう。
くるみさん。そこには戻れない。舞台で命を燃やすこともできなかった。帝国歌劇団、あんたたちの勝ち。どうせあんたたちはくるみを殺さないんでしょ。じゃあね。待ってください、くるみ先輩。帰りましょう。ブラックにはくるみ先輩が必要です。何なのあんた。何度も何度も。なんであんたなんかがくるみに命令するの。なんであんたなんかがブラックに入れるの。なんであんたより頑張ってきた研究生たちよりあんたが先に選抜まで来てるのよ。私がブラックに入りたいと思ったのはくるみ先輩を見たからです。先輩のパフォーマンスはいつもギラギラしてた。立ち位置がどこだって、自分がナンバーワンなんだって、自分を見てほしいって気持ちが歌にもダンスにも全身全霊で表現されてた。トップにだって負けない。諦めない人がこんなにかっこいいんだって。私はあなたの歌劇を見て憧れたんです。くるみが教えてあげる星を見続ける気持ちよさを、輝きを追う楽しさを、くるみの歌劇で離れられなくしてあげる。だからくるみに手を伸ばし続けて。くるみはあなたのために美しくあり続けるわ。一生勝てないかもしれないって人に出会って、それでも勝ちたいって気持ち、私わかります。でもそういう人にだって努力と気持ちで食らいつけるんだって。輝きを諦めないってこういうことなんだってくるみ先輩から教わったんです。だから本当なんなのよ。喜べばいいじゃん。面倒な先輩いなくなるんだから喜べません。くるみ先輩もいつか倒すつもりだったので。クソ生意気。なら汗び、あんたがプラナを超えなさい。くるみ先輩。めでたしめでたしだな。アセビ、もういいだろ。戻ってこい。帝国歌劇団に、九州の頃とは違う。あたしらも随分強くなった。あたしらを守るためにそっちに行ったんだろ。頼むからさ、守ってくれてありがとうって言わせてくれよ。風花ちゃん、アセビちゃんは戻らないよ。シノン、アセビちゃんは踏み出したんだ。仲間と横並びでいる世界からここでいるために、アセビちゃんが一番倒したいのは私だから。会わない間に傲慢になったんじゃない。私は帝国歌劇団のトップスターだから。正面から受け入れたのね、主演女優の覚悟。だったらもう
話すことはないわ。うん、また次の舞台でね。シノ、アセビ。ところで司令、この状況を中継してますね。も水瀬クリーンさん、私にカメラ向けてくれる？皆さん、これが帝国歌劇団です。我らブラックに公然と呪しを上げて歯向かう覚悟を持つ反逆者たちです。国民の皆さんはどちらを応援してくれますか？偽物の帝国歌劇団と、国を守ってきた私たちと。ブラックは逃げない。帝都で決着をつけます。どうか皆さん、我々を見守ってください。次に会うのはテイトね、シノ。うん。カンターポ。え？テイトで聞けた手がかりよ。意味はわからないけれど、この言葉をたどれば歌えるかもしれないわ。アセビちゃん。歌えるあなたを倒したいの。じゃあね。シノ。え？なんやて？でしょ？アセビちゃんの背中はずーっと私の憧れなの。